平成28年10月30日、環境省の山本孝一環境大臣が大観峰と草千里を視察に訪れました。環境省は本年度、日本の国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化を図ることを目標に、国立公園満喫プロジェクトと題し、先行的集中的に取り組む8つの国立公園の一つとして、阿蘇九十国立公園を選定しました。この日はまず大観峰を訪れ、環境省阿蘇自然環境事務所の森和弘所長が展望台へ案内し、阿蘇谷を見ながら阿蘇火山と外輪山の成り立ちなどについて説明が行われました。その後、草千里に移動し、佐藤義興阿蘇市長、阿蘇火山博物館の池部慎一郎館長らが出迎え、噴煙を上げる中岳火口と草千里を前に、平成28年熊本地震や10月8日の噴火の影響など、阿蘇が置かれている現状について話し合われました。僕は四国なんで、子供や孫連れて何回も来ているこの草千里から、今、中岳見ながら昔を思い出したんですけども、中岳も何回も登ったし、そういうことを考えたらなんとか早くここをまた昔の姿に戻したいなと、この率直に思いました。そのために今環境省は国立公園満喫プロジェクトというのを始めたばかりなんですけど、ぜひここを成功例にしたいなと、成功例にするためには力いっぱい環境省ができることをやっていきたいなと改めて今日は思ったんです。